このお店自慢の一品を2人にこうね食べていただこうかなと。いらっしゃい、ようこそスナックエンビーガブリエレ、ママのたかしです。ママのひりきすめです。店この中です。3人合わせてエンビーガブリエレです。はーい、どうしたの、一体なんでその格好しているの。私は今日は寿司屋になります。一体どういうことかしら、ここはスナックじゃないの。はい、こちらを買ってきました。でーれー、寿司トレイン。寿司だだだ、寿司だだ、寿司。これはですね、お寿司がですね、回るすごい。これ回転寿司なんですけど、あの普通の回転寿司と違って、寿司を乗せたトレインが回るんです。最高、超かわいいじゃん。寿司電車です。じゃあ大将になっちゃうの。そうですよ、いらっしゃい。ガミさん、はい、寿司食いね、寿司食いね、私はもっくんが好き。寿司食いね。はい、ということで、じゃあ早速開けてみたいと思います。はい、ということで、こじゃじゃーん、組み立て式になっております。はい、ということで、このレールを組み立てたいと思います。レールたち、シャイ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 、よかったよ、シャイシャイよいしょ、シャイシャイシャイ、やめたい、シャイ、あ、そういう、シャイ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 、あげないで。しゅい、しゅい。ダメだよ、物投げちゃう。しゅい。見てきそうなドン引き。あ、しゅい。やっぱ物はさ、大事には使わなきゃダメじゃん。しゅい、しゅい。あ、私のパソコン。しゅい。投げちゃダメよ。お母さん。しゅい。じゃあ一回ちょっと試しにやってみたいと思います。出発進行。せーか、続くよ、それどこまで、しょい。はい、じゃあ早速ここで作っていこうかな。具材は一体どこにあるの。いきますよ、せーの、しょい。おお、現れた、めでたい、めでたい、めでたい。それでは早速逃げちゃうよ。じゃあうちはカランコロンから始めよう。え、こうやん、こうやって、こうやって、こうやって、はい、やってろ。いらっしゃいませ。突然、大将突然おかま。じゃあ、中トロ。OK です。ねねね、これ水でちょっとつけんだってよ。そうしないとつくから、そうやって。それも水の中に入れちゃっていいよ。みたい。あなたいいよ、あった。おいしい。はい。あじゃあ、中トロ、中トロ、いらっしゃい。いらっしゃい。ちょっと高めの、あんまりつけちゃうとべちょべちょになっちゃうから、それつけすぎなかった。あーね、はい、初めてのお寿司。絶対べちょべちょになる。シャリ大きくなるんですか。何ですか。わさびを、わさびを入れたんですよ。わさびじゃこの辺に置いときますか。わさびちょっと塗ったらいいじゃないですか。サビ入りで。あ、オッケーです。そんないっぱいないですよ。そして何が中トロだってば。記憶力それだ、全然ない、こっち、これ違う、そうじゃん、これこれ。大将大丈夫ですか。結構もう長いですよね、創業。ちょっともう最近ね、あのちょっとね、こうね、あのちょっと目がね、おい、おいが、はい、すごいお寿司。私卵、はい、卵、あ、卵ね、オッケー、はーい。で、体調も良かったら食べてください。あ、私はいいです。責任持てないんで。あ、でもいい感じ、あ、いい感じ、可愛いじゃないですか。これちょっとおかしい。 なんですか、なんか文句言うんだったら、もうちょっと、もう今日は店終わりだよ。卵、卵、はい、あ、海苔、海苔、はい、あ、すごい、はい、はい。元気なノリだね。自分掘れ、自分の分も置けますよ。自分掘れって。じゃあ大将エビ食べてくださいよ。あ、大将イクラ好きじゃん。あ、イクラ好きですね。イクラ食べればじゃん。イクラはちょっとむずいかな。
どういうこと？まあ、軍艦巻けばいいのよ。軍艦ってなんだっけ？ね、シャリをとりあえず丸くして。オッケーオッケー、思い出した。オッケー。思い出した。やっぱさ、こうね、70年ぐらいやってっからさ、それ結構さ、あれなんですよ。おいくつですか、もう。え、おいくつ？ダメよ、その話しちゃう。瀬戸焼き2倍なるよ。目を外に巻き巻きして。あ、いい感じ、いい感じ。あ、でも豪華。あ、いいじゃん。あ、すごい豪華姉ちゃん、すごい。出せした。辿り着くかな。線路は続くよ、どこまでも。の声、山越え、谷越えて、遥かな秀吉キッチン。取れました、やった。できました。パワーゴー。大きい。いや、私わさびすごい多かったですよ。あ、いや、そんなことないですよ。じゃあ行きましょう。はい、せーの、いただきます。いただきます。先生、うん、おいしい。死ぬほどうめえ。うん、あのね、シャリが大きて、ちょっとあの中トロの味が消えちゃってますね。あ、そうですか。こっからは、このお店自慢の一品を二人にこうね食べていただこうかなと。はい、こちらはですね、とある鶏の肉です。はい、こちらと炭水化物で包んだ肉塊になります。餃子ですね。はい、それとですね、こちらです、こちら、これはですね、アーモンドの味の蜂蜜です。蜂蜜っていうのはお寿司には使わないんですか。それにこれがですね、北海道から取り寄せたビスケットになりますね。はい、すみません、ここ何屋さんですか。いらっしゃい。ちょっと上手になんで。もともと上手なんで。何代目なんですか。あ、私ですか。はい、私は3代目です。3代目のこの日本の魂を受け継いでるっていうので。あ、すごい。そう、3代目の J ソウルなんですね。J ソウル受け継いでる。受け継いでる、受け継いでるんですね。ねちょねちょ言ってますけど。何ですか。ねちょねちょ言ってますけど。言ってません。水つけすぎじゃないですか。音は、音はあれでしょ。あなただってさ、寝れなかったりとかしたらさ、うん、暖炉の音とか聞くでしょ。そういうことですよ、これは。いや、無音で寝る派ですね。何言ってんですかね。あの川の流れとかのアプリとかダウンロードしたとかしたことあるでしょ。ありますね。あるでしょ。そういうことですよ、これは。なるほど。ちょっとどうして。見栄え悪い。でこれはあのこう日本風にこう行くところになるので、もうそんなにいっぱいいらなくていいんじゃないですか。これはあの私からのサービスです。でこれは笑ってますよ。どうですか。これ商品としては欠陥じゃないですか。あ、これは風を通しました。それ技。はい、たくみ。そうですよ。空気入れたら。いきますよ。はい。線路続くよ、どこまでも。の声、山越え、谷越えて。ちょっと。ちょっと待って。ちょっと待って。何？感じたまま繋いでる。ラララララララ。じゃ。目の前で止まった人。大当たり。これはですね、あのこのお皿がここにあさつこちゃんと今年1年いい年になる。と、1年風通しのいい年になるんですよ。3密。もう二度と来ないこの店。これ3密、これは1密ですよ。密です。うまいこと言ってた。密です、はい、マジで。なんで秀樹さんなんか負けたわけじゃないのに罰ゲームなの。え、
罰ゲームごめんなさいね、美味しそうそうですよね、これ一口でいけるんですよ、嘘言わないちゃんといかなきゃね、そうですよね、はいはい、そうですよ、じゃあいただきます、はい、いらっしゃい、ギリギリチャッまずい、もう出会ってはいけない、出会ってはいけない、出会ってはいけない子たちが、いやこれは口の中で集まってやっぱあなた一緒にこう来た方はお友達ですよね、はい、で今年1年やっぱり2人とも運が良くないといけないですよね、あの間違いない時間いけない、変わらなきゃ時間もあるですよあ、じゃあこれはいい感じなので醤油つけたでしょすいません、ちょっとこうこの人の持ち方がちょっと悪かったで、ねえ醤油つけたでしょはい、いただきますまず来週もまた見てくださいね、おやすみなさーい、二度と来ません